おお、大魔王、来たか。長らく伏せっておったナラジアという若造がようやく目覚めたのだ。さあ、入るがよい。あの時感じただろ。分かったはずだ。再び必然僕たちだけが神を立てられるんだ。今がその時なんだ、イルーシャ。でも私はまだ。おい若造、大魔王が来ておるぞ。巫女と何の話をしているのじゃ。あ、来てくれたんだね。いや、お見舞いに来てくれたのかい。ありがとう、嬉しいな。ねえ、一度お話ししてみたかったんだ。君はとても面白い。君の中にはいろんな色が渦巻いているみたいだね。それに恐ろしい力も秘めている。君は本当は何者なんだい？ん？よっ大魔王、ここにいたか。勇者がお前に会いに来ているぜ。アンルシアを待たせるのも悪いから、キリのいいところで来てくれ。さすが大魔王は忙しいみたいだね。僕のことは気にせず行ってきなよ。イルーシャが君を気に入るのもわかる気がする。君とはまたゆっくりと話したいな。あ、うん、あなたすっかり大魔王として慕われているのね。なんだか変な気分だわ。さてと本題に移るわね。先日のジャゴヌバとの戦いの後でルシェンダ様やお父様と話をしたわ。魔界のことや大魔王であるあなたのこと、アストルティアと魔界にとっての最悪の危機、大魔正気と滅びの神ジャゴヌバのことを。ジャゴヌバまだ目覚めきっていないのに、おぞましく圧倒的な力だった。完全に目覚めたらとても太刀打ちできない。だからアストルティアの賢者様、英知の冠を集めてジャゴヌバの対策を練ることになったの。そこで大魔王様の出番ってわけだな。魔界の代表者としてアストルティアでの話し合いに参加しろってことなんだろ。そういうこと。どうやら賢者様たちから大魔王としてのあなたに話があるみたい。どんな内容なのかは聞かされてないけど。しかしこいつは今や魔界の最重要人物。一人で行かせるのは何かと心配だ。俺も同行させてもらうぞ。ねえ、私もついていていい？勝手に話を聞いててごめんなさい。でも今度のこと私と
そうね。実はイルーシャさんにもぜひ来てもらいたいと思っていたのよ。あなたの力が必要になるかもしれないわ。ありがとう、アルシアさん。何かできることがあったら頑張るね。この件はアスバルたちにも伝えておく。俺とお前の留守中はあいつらに任せておけば大丈夫だろう。それじゃあグランゼドーラ城の地下にある秘密会議室に来てね。待ってるわ。
うん、大魔王殿がご到着のようだ。大魔王と戦うための使命を授かっていた我々がその大魔王を招くことになろうとは、とブロッゲン様は言っておられる。まったくじゃ、大魔王になってしまうとは。そんなダークかつデモニックな生き方をするよう指導した覚えはないぞ。相変わらず想像しい。早くジャゴヌバ対策の話を。ずいぶんと盛り上がってるようじゃないか。ん？おお。だが私抜きで始めようってのはどういう了見だい。もしや、そ、H の冠、紫の座、賢者マリーン。健在だとはルシェンダから聞いておったが。よもや生きているうちに、再び H の冠が全員揃うとはな。と、ブロッゲン様も驚いておられる。ふっ、あんたたち、見ないうちに随分と老いぼれちまったね。最後に会った時は、まだ若造だったのにさ。師匠、あの時ジャゴノバを封印するために、神殿の奥に残られましたね。まだあの場所に。そうさ。
今話題のお方の隣にいるよ。やっこさんまだグーグーとおねんねしてるけど、寝相がひどくてね、気張ってないと吹っ飛ばされそうさ。そう、今はマリーンがかろうじて封印してくれているが、そこにいる滅びの神が目覚めた時、この世界すべてが滅びるだろう。アストルティアだけでなく、魔界も含めてな。故に大魔王、それから魔界の者たちよ、諸君たちをこの場に招いたのだ。今度のことは魔界が深く関わる危機じゃ。アストルティア側だけでの対策は難しい。おのずと魔界の者の協力も必要となろう。しかし大魔王や魔界の者どもは長き間戦ってきた敵だったはずである。諸君らと手を組む判断は軽々にはできん。我々英知の冠は集い話し合った。アストルティアはこの危機にどうすべきか、そして決断した。魔界と手を結び、魔界の者たちにも我々の英知を分け与えてやろうとな。賢者の皆様、ありがとうございます。これも大魔王がそなただからこそ。もしそなたでなければ我らもこのような決断はできなかったかもしれぬ。やっと本題に入れるな。大魔王、実はお前たちが来る前にわしらの間であらかた話は済んでいる。滅びの神に対抗しうる手段はたった一つ、すなわちジャゴヌバに匹敵する力を持つ女神ルティアナを目覚めさせるしかない。そしてその復活の方法に関してもすでに見当はついておるんじゃよ。わしらってばジーニアスじゃからな。それにははるか昔、何万年も前の創世時代の神話を紐解く必要があるとブロッゲン様はおっしゃられているである。世界が作られた神々の時代ともなると、我らの英知をもってしても判然としない。だがそれを探る手がかりならばわかる。伝承によれば女神の使徒の末裔が住み、神話の時代から続くという光の里フィネトカなる地があるそうじゃ。そこなら創世時代の神話や女神の復活方法がパーフェクトかつエグザクトリーにわかるはずというわけじゃ。光の里フィネトカ、アストルティアにそんな場所があるなんて初めて聞きました。ぜひ私に行かせてください。勇者の誇りにかけてルティアナ様の復活方法を見つけ出してみせます。私もそこに同行させてもらえませんか。うまく言えないのだけれど、なんだか引っかかることがあって。それは難しいな、魔界から来た娘よ。この旅には危険が伴う。行かせてやりな。その子には不思議な力があるんだ。案外今回のキーパーソンかもしれないよ。マリーンがそう言うなら何かがあるのだろう。好きにするがいい。
イルーシャが行くというなら俺たちが護衛してやらないとな。どうやら話はまとまったようだな。多くの困難を乗り越えてきたそなたたちならば、女神復活を担う大役に申し分ないだろう。フィネト科については私から伝えよう。すまないが、この後私の部屋に来てくれ。さて、なすべきことは決まった。これにて解散とする。もうお開きかい？やれやれ、せっかく魔界の果てから参加したのに釣れないね。ただ時間はそう残されちゃいないよ。滅びの神の封印は長くは持たない。あんたたちを頼りにしているからね。
ナルジオ。ああ、イルーシャ、やっぱりここにいたんだね。おい、なんでお前がここにいるんだ。そうよ、どうやってこの場所まで来たの。わからない。ただイルーシャを探していたら、いつの間にかここに来ていたんだ。おい、光の壺が。どうやら道が開けたようね。この先はもしかして。まったく、つかみどころがないやつだな。女神の導きをたどれば、神話時代から残る光の里フィネトカとやらに着くはずだ。俺たちも行くぞ。
Thank you.
が神話時代から残る光の里フィネトか。なんだか懐かしい感じがする。うん、初めて来た気がしないね。ふわふわふわ、ようやく来たか。待ちかねたぞ、若いの。なんだ、このチビ。わしは極天女帝、ルティアナ様の使徒、六星人の一人、この里の長老でもあるぞい。ああ、こんなチビが長老だと？どういうことだ？これ、魔族の若造、礼儀がなっとらんの。口を慎むがよい。さてと、お前たちの目的は分かっておるぞい。忌まわしき者、大いなる闇の根源が目覚めそうなんじゃろ。わしら六星人も当然把握しておる。詳しくはあの聖堂で話そうじゃないか。待っておるぞ。あんな少女が六星人だなんて、不思議なことがあるものね。とにかく話を聞きに行きましょう。あれ、ナラジア、どこ？気配は感じるのに、変ね。Thank you.
お前たちがここに来た理由、それは…なんじゃっけ？あん…あ…おお、そうじゃった。光の女神ルティアナ様の復活、その方法を探しに来たんじゃったな。わしら六星人の使命は、古の伝説を継承し、闘戦士を育て、来たるべき大いなる闇の根源の再臨に備えること。そしてここにアストルティアに散らばる女神ルティアナ様の使徒六星人が集った。ついにその時が来たのじゃ。では突然じゃが、そこな娘、その場所で祈るがよい。あ、私、だけど祈るってどうすれば。心配するでない。清らかな心のままにそこに立てばわかるはずじゃ。これより我ら六星人に受け継がれし神々の物語を語りましょう。遥か遥か古の物語、これなるは大地が生まれし時の記憶。かの陶器世界、とこしえのゆりかごは終わりの時を迎えんとしていた。おいし世界の古き神は、一柱の若き神に創生の力を託した。これをもって、若き神は創生神となる。その神の名は、ルティアナ。ルティアナは、とこしえのゆりかごを出立する。苦恩に続く苦難に満ちた旅の果て、たどり着きし安息の地でこの世界を作った。新たなる世界に降り立ったルティアナは、まず光から七柱の神々を作られた。新たに生まれし七柱の神々は、それぞれの似姿となる七つの種族とそれらが住まう大地を作った。そうして生まれた世界アストルティアには、光と緑が満ち、命の歌が響き渡った。永遠にその平和が続くものと思われた。ところがそれが現れた。夜の闇よりも暗い暗い闇の底から、
それは生きとし生けるものを滅ぼさんとする悪しき神。その神の名はイカイメッシン・ジャゴヌバ。かくして神々の長き戦いが始まった。はるかはるか古の物語、これなるは神々の戦いの記憶。イルーシャさん、どうかしたの？私、この話知ってる。どうして知ってるんだろう。その装置は神話の時代より受け継がれし遺物。先ほど幾万年の眠りから目覚めた。そなたに呼応するようにして。のう娘や、その装置を呼び起こせる者は女神のよりしろと言われておる。イルーシャ様、そなたのことじゃ。え？よくぞ戻られましたな、イルーシャ様。私が女神のよりしろ？ふむ、すぐに信じられぬのも無理はない。それを受け取るのじゃ。炎に覆われた灼熱の山、カルサドラ火山。その腕輪は光の真相と呼ばれる女神様にゆかりがある5つの装備の一つ。伝承によれば、女神のよりしろたるイルーシャ様が光の真相を身にまとい、ある儀式を行うことでルティアナ様はこの世に復活なさるという。残り4つの光の真相は神々の時代に建造され、アストルティアの各地に隠された女神の祠という場所に収められています。先ほどおっしゃった灼熱の山こそ、さらなる光の真相が眠る女神の祠。運命がイルーシャ様を導いているのでしょう。イルーシャ様、いかがじゃろうか。わしら六星人にとって女神様の復活は悲願。ジャゴヌバに対抗できるのも女神様だけじゃ。ルティアナ様の復活のため、女神の祠を巡礼してくれんかの。私が女神のよりしろだなんて、まだとても信じられない。だけど思い当たることもある。私の魔性を操る力や奇妙な記憶。女神ルティアナの復活、それが私にしかできないことなら、私は逃げたくない。やはりお前はただ者じゃなかったんだな。イルーシャがそうすると決めたのなら、俺は力を貸すぜ。もちろん私も手伝うわ。イルーシャさんが神話の登場人物だなんて。おっと、待ちたまえ。残念ながら君たちをイルーシャ様の巡礼に同行させるわけにはいかないんだ。この中でイルーシャ様と同行することを許されるのは君だけだよ。
なぜだ。俺が魔族だからってわけじゃなさそうだな。うん、君はかつて竜の神ナドラガと戦っただろう。その時に種族神たちの力を授かったんじゃないか。闇の根源が眠りし地で異竜者様が目覚めたのは、どうやら君の中の神々の力に反応したからのようなんだ。そうなんだ。私が闇の中で感じた温かな光はあなたの中の神様の力だったんだね。そして実は光の真相はその重要さゆえ祠の番人に守られている。異竜者様は女神の依り代たる力を番人どもに示さねばならない。それは依り代たる者に課された試練なのだ。だがその神々の力をもって女神の依り代と通じ合った君であれば、言うなれば二人は母子のようなものなのだから。あなたについてきてもらえるなら嬉しい。一緒に来てくれる？ありがとう。私頑張ってみるね。しかしせっかくここまで来たのに俺たちはお留守番ってわけか。そうとも限らないよ。君たちには君たちで果たすべきミッションがある。ジャゴ沼の眷属である邪神と戦ったろ。実は邪神を倒せたのは神のパワーを持つ君とイルーシャがいたからなんだ。それでは私たちだけでは邪神を倒せないということなんですか？案ずるでない。私ども六星人が邪神に対抗しうる神殺しの秘技を授けよう。貴公らにはふさわしき器が備わっている。だが容易に身につけられると思うな。この修行は極めて厳しいものになるぞ。上等だ。やってやろうじゃないか。邪神に対抗する力、そんな重要なものを魔王だけに習得させるわけにはいかないわ。その修行、勇者として受けて立ちます。さて話が横にそれたが、まずは異竜者様が見た光景の示す地、カルサドラ火山の女神の祠へ向かうのじゃ。彼らの修行は他の六星人に任せるとして、わしは祠の巡礼に同行するとしよう。Thank you.
Thank you.
その力、女神の依り代と見受けたり、何時に女神の記憶と光の真相を授け、されば女神の御心をもって祈りを捧げよ。ほう、最初の試練を果たしたようじゃな。お疲れさん。さて、フィネトカで語った神話じゃが、実はその続きが各地の女神の祠に眠っていると伝えられておる。今映し出されているのがその神話じゃ。それを読み解くためにわしがわざわざ同行したというわけじゃな。さて、この祠に刻まれた神代の記憶はと。はるかはるか古の物語、これなるは七柱の邪神の記憶。滅びの神がこの世界に現れた時、女神ルティアナは滅びの神に汚された大地を命の住まう世界から切り離したという。そこで滅びの神は、七柱の名は戦火の邪神、虚無の邪神、暴虐の邪神、禁忌の邪神、長老の邪神、そして怨嗟の邪神、活欲の邪神である。攻め入ってきた邪神どもに立ち向かい戦ったのは種族神たちだった。この戦いは長く続き、大地は荒れ果てた。そこで母なる女神は神気を込めた輝く矢を放ち、邪神どもを次々に射抜いた。邪神が倒れた地は汚れを残したが、女神はそれ以上広がらぬようそのまま封印したという。その場所ってもしかして？その通り、ここ女神の祠じゃな。あれに見えるが封印の証じゃろうって。あ、これが光の真相の一つ。次の女神の祠の場所が見えたわ。魔性に侵され下に。ほうほう、やはり光の真相と呼応しているようじゃな。